この寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確、この寒波の中心に近づいているということだ。閉じ込められた昆虫のようだな。半物質レギオンの下っ端がこの世界に来た時は、まさか自分が寒波に飲み込まれることになるなんて思ってなかっただろうね。でも氷の中のこいつらってまだ生きてるのかな。こんな時によく冗談を言う気になれるよね。性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたいじゃない。カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は仮想部の、いえこの世界の希望なんだから。抵抗するなブローニャ、共通の意志を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。抗った、人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳はそこまでよ魔女。ゼーレン、やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。ね、あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。もう良いか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だブローニャ。
私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら剣僧者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれは、おぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって、私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ、貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は、人々が築き上げた世界を尊護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よく分かった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面、地面が揺れてる。何が起こってるの。まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは
新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。動物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。だよ。はい、エンジンのカスラを潰せ。絶対にあれを止めるわよ。お時間よ。送ってやる。
性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日再び貴様らの存在を抹消する。警戒して。ルールは破るためにある。始めようか。軟弱で愚かな人間、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか。ボロボロになった彼らが劣界の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。先人たちの努力、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと性格を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。冷静？何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の命はない。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは、ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか。誰にも理解できない。私以外誰にも。
彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。
が全てを警戒して。弱き者のために実際盛り上がってるじゃん。範囲になれ。己を解き放つ呪反抗平等霊楽が守る。槍先に火を、炎の襟を断ち切れ。なされたのか。ダメ。ジェイクとは未来を約束した。そしていずれ全てを飲み込む。
終わったわね。